はい、それでは今回も、バーチャルリアリティの基礎をやっていきたいと思います。今回はコアモーションというフレームワークを使って、デバイスが今どの向きを向いているのか検出を行いたいと思います。そして、それに基づいて、画面中のどの方向が見えているか、見えている方向を画面に映すということをやっていきたいと思います。それでは新しいプロジェクトの立ち上げましょう。新しいプロジェクトを、ファイルのニュー、プロジェクトの方で立ち上げまして、でそして、このような画面で、今回もゲームを選択します。NEXT をクリックして、プロダクトネームを入れますね。名前の方はシンプルモーションにしましょう。で、チームを選択しましょうね。実機で動かすためには、このようにチームを選択しないといけません。今回はデバイスの向きを検出しますので、シミュレーターでは動作を確認することができません。そのため、実機と Mac をケーブルでつないで動作の確認を行いたいと思います。で、オーガニゼーションアイデンティファイアは com.tecl にしましょう。今回、テクル株式会社でやってますので、こういう名前にしますけど、皆さんお好きな名前のアイデンティファイアを入れてくださいね。で、ランゲージは Swift、ゲームテクノロジーは新キットを選択しましょう。デバイスは今回ユニバーサルでやりたいと思います。このあたりはチェック入れなくても大丈夫です。NEXT をクリックして、デスクトップを選択して、Create をしましょう。新しいプロジェクトが立ち上がりました。それではコードの方を書いていきたいと思います。新キット、テンプレートで選択しましたので、初期状態でもうすでにコードは書かれた状態ですね。前回紹介したような戦闘機がぐるぐる回っているような、そういう状態ですね。それでは、ここですね。いくつかのコードを消していきたいと思います。まずここですね。ハンドルタップのソフトを消していきます。で、ここですね。タップジェスチャーを消していきますね。で、アローカメラコントロールと、ここですね。ショースタティスティックスも消してしまいます。このように消していきます。で、変数の追加を行いますね。ここに追加していきます。その前にインポートしないといけないですね。コアモーションフレームワークを入れないといけないです。インポート。コアモーションと書いておきましょう。こう書いておくことで、コアモーションフレームワークを、このファイルに導入することができます。エラーが出ましたね。大丈夫でしたね。コアモーションはデバイスの物理的な動きを検出するためのフレームワークです。今回はこれをデバイスの傾きを検出するために用います。で、このコアモーションを初期化しますね。モーションマネージャーという名前にしておきます。CM モーションマネージャーですね。コアモーションの中に含まれる CM モーションマネージャークラスを使って初期化を行います。で、そして、大丈夫ですね。ここのところ、UDID ロードの一番下のところに、このモーションマネージャーを使った処理を書いていきます。一応コメントだけしておきましょうか。デバイスモーションアップデートインターバルですね。これを 0.01 にしておきます。そして、モーションマネージャーの、スタート、デバイスアップデート、スタートデバイスモーションアップデートですね。2Q のところは、オペレーション Q にしておきましょう。でそして、ハンドラのところは、このように書いていきます。自動保管してくれますので、特に自分で全てを打つ必要はありません。で、そして、ここに、
デバイスの向きを検出するためのコードを書いていきたいと思います。イコール、デバイス、モーション、アティトゥード、ピッチですね。デバイスモーションは、これは、オプショナル型ですね。ここに、エクスクラメーションを入れれば大丈夫です。ピッチ、次は4にしましょうか。ピッチ4というのは、これは傾きですね。X 軸の傾きが、ロールで、Y 軸がピッチで、Z 軸が4ですね。あ、綴り間違ってました。デバイスのモーション、アティトゥードのようですね。ロールイコール、モーションのロールですね。はい。ちなみにちょっと一箇所だけ設定変えます。シンプルモーションのここの、プロジェクト名ですね。ここでポートレートを外しましょう。今回のアプリは横にして動かします。横にして動かさないと、今回、デバイスの向きを正しく検出することができないので、横にして行います。で、このあたりのサポーテッドインターフェースオリエンテーションは消してしまいましょう。ですね。で、シュドオートレイヤーローテートも消してしまいます。これで、完全に横向きでデバイスが起動するようになりました。それでは、最初からあるこのカメラですね。このカメラに、カメラをこのピッチとロールと用を用いて、回転させていきます。そうすることで、3D 空間の中でどの方向を映すかを、決めることができるわけですね。今回はこのコアモーションで取得した、ピッチと用とロールの向きに合わせて、カメラの向きを変えていきたいと思います。カメラノード。オイラーアングルですね。SCN ベクター3で、ちょっとこれ、ロールって書かないといけないんですね。ロール、マイナス、mπ の、2、そして、用の0、こう書きます。こう書くことで、デバイスの向きに合わせて画面を回転させることができるわけですね。今回は、ピッチは使わなくても大丈夫です。これはもうコメントが通してしまいましょう。はい、それでは、動作を確認してみたいと思います。iPhone の方を起動しますね。iPhone のアプリの方を起動します。ビルドサクセスしましたね。アプリが起動するまで少々時間がかかります。用の方はこちらと対応しているのですが、デバイスを横にしているので、ここはロールにしないといけないんですね。あと角度がちょっとずれるので、mπ、これは180度ですね。180度の2分の1ですから、90度だけずらして角度の調整を行います。もう一回起動し直しますね。実行して、再びアプリを起動します。うまくいかないときは、停止してからもう一回起動すれば大丈夫です。あ、確認できましたね。
戦闘機が映っており、今デバイスを回転させているんですが、デバイスの回転に合わせてこのように戦闘機が動いていることが分かります。画面の方では戦闘機が上下逆さまに映ってますが、これはちょっとソフトウェアの都合ですので、実際の iPhone の方では正しく上下正しく映っています。これで大丈夫ですね。このように戦闘機が正しく上下に動きます。左右にも動きます。こんな感じですね。今回は、コアモーションフレームワークを使って、デバイスの向きを検出して、それに応じて、画面の、カメラの向きを変えていく。そしてそれに応じた画面を iPhone に映すということを行いました。次回以降、もうちょっと、バーチャルリアリティに関して、コミュニティ内容をやっていきたいと思います。終わりました。